ちは。ブルータニアセカンド、渡です。今日はジンジャーエールが余ったということで、僕が一番飲んでカクテルを作っていこうかなと思います。つけてでそういう日もあります。いいですかね。もう行っちゃっていいですか。なんかあります？帰っていい？なんか帰る準備始まった。なんかあります？じゃあ、それでは。そうですね。ちょっとやっていきましょう。アマレット神社でございます。はい、アマレット神社です。僕作ったんですか。渡井くんが一番飲んでるでしょ。そうです、じゃあもう渡井くん飲みましょう。ダーツバーとか行くとき、いつもこちらで、いつも、はい、いつものってなってますね。じゃあもう渡井くん飲みましょう。そうですね。それ。小倉さんはたまに飲みますか、ね。便乗して。そうだ、ね。僕に便乗して。テキーラいっぱい飲んでる日ね。美味しいですね。初めてじゃん。一回もつない。小倉さんが一回もつってないですか。うん。そうですね、初めてじゃん。いいですか、こちら。大丈夫。もうダメですか。うん、大丈夫。もう着替え始めてます、うん、早く着替え始めてます、うん、今日これはね、終わりだね。そうですね、今日も撮りましたね。今日も撮りましたね。アマレット神社飲むとテキーラのイメージしか出てくる。怖い。まあ、アマレット神社でも甘いですね。アンズのどんな時もアマレット神社飲んだもんね、渡くんね。どんな時も飲みます、絶対。僕はなんか甘口と辛口ジンジャーエールじゃないですか。僕は甘口が好きです。
辛口の人もいますけど、辛口しかないお店だとちょっと、まあ、そんなとこですかね、アマルット神社の話って言うと。それ以上はあんまりない。アマルット神社は結構どこにでもありますっていう。強いて言えば。強いて言えば。もうそうだね。どこにでもあるんで、ぜひね。やっぱ渡さん、アマルット神社にやっぱうるさいというか、こだわりがありますね。思ってたりで、はい、やっぱりね。ここのがうまいとかやっぱりね、いつも言ってる、ダツバーの、ダツバーの店長さんが作ってくれる、アマレット神社で、でもあそこのダツバーで飲んでる杯数で言ったら、アマレットジンジャーとテキーラだったら多分テキーラの方が多いよ。テキーラ多いですね。テキーラの方が多いよ。テキーラバーなの。じゃあ大君、はい、お願いします。今日も一日、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。そんな掛け声あったっけ？そんなんで息飲みする掛け声だったっけ、これ。それです。